2022年5月29日西東京教会主日礼拝聖書の箇所はヨハネによる福音書13章36節から38節まで賛美歌は463番です。 全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え。喜び歌って見前に進みでよ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主の者、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み。賛美の歌を歌って主の庭に入れ。 感謝を捧げ皆をたたえよ主は恵み深く慈しみはとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキーその父なる神様、今私どもはここに呼び集められ、あなたを礼拝する民の一人とされています。 しかし、この礼拝にふさわしい心の準備ができているかと問うと、心もとないところがあります。本当にあなたの見舞いに、自分の罪を悔い改め、言い表す思いでひざまくことを与えられているのに。 自分の罪に鈍くそれを見つめたくない自分があります。あなたが私どもの罪を許してここに招いていてくださるその恵みの中でこそ罪と見かわうことができるはずなのにそのことをしようとしない心のかくなさがあります。 ただあなたが差し出してくださる恵みを受け取る幸いを与えられているのに自分のすべてを器のようにしてあなたの恵みを注いでいただく準備が整っていないことを思いますしかしどうか今あなたが見たまなる神様の働きによって その整っていない私どもを恵みを受け取る器としてくださりあなたの御言葉の恵みを主イエスキースを通してあなたが与えてくださる恵みを受け取らせてくださいその恵みに生きるものとしてくださいますようにこの礼拝に共に集う仲間たち一人一人の祈りを あなたが受け止め支えていていくださることを信じますここに集うことができずネットを通して共に礼拝をする者の,の上にあなたが豊かに祝福を与えてくださいまた年重ねたりさまざまな事情で礼拝に預かることを諦めざるを得ない者の,の上にそれでもなお あなたの見手が決して離れることのないことをあなたが示してください私たちが生きるこの時代は本当に苦しみや矛盾にあふれていますその中で押し潰されそうになる存在をあなたが支えてください争いがあり上があり 暴力があり、そのようなこの世界の中でなおあなたの御心が行われるようにと切に願いますこの礼拝あなたが共にいてくださりあなたがあなたご自身の恵みを表してくださいますことを心から感謝して主イエスキーストの皆によって お祈りいたします。アーメン。聖書を読みます。聖書はヨハネによる福音書第十三章三十六節から三十八節まで、新約聖書新共同約聖書で百九十六ページになります。ヨハネによる福音書第十三章三十六節から三十八節です。 新約聖書、新京都約聖書196ページ、ヨハネによる福音書第13章36節から38節まで。シモン・ペトロがイエスに言った。主よどこへ行かれるのですかイエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。 ペトロは言った「主よなぜ今ついていけないのですかあなたのためなら命を捨てます」イエスは答えられた「私のために命を捨てる」というのかはっきり言っておく「鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らない」と言うだろう。 子のの皆さんへの説教ですイエス様はお弟子さんであるペトロさんに「あなたは今私がこれから行くところについていくことができません」そうおっしゃいましたイエス様がこれから歩いていかれるのは道で言えば 道もない崖のようなところを登っていくようなそういう道ですこれからイエス様は十字架についてお亡くなりになろうとしていますところがペトロさんはいや私はついてきます私はちゃんとあなたの後ついていけます そう言い張りましたでも実際はどうだったかっていうとペトロさんはイエス様の後をついて生き続けることはできませんでしたイエス様は今はついてこれないけれども後でちゃんと迎えに来るからそうおっしゃったんです 皆さんがあるいは皆さんがもっとちっちゃかった頃お父さんやお母さんがこれから出てく出かけるけれどもちゃんと後で迎えに来るから待っててねそういうのに「やだついてく」「絶対ついてける」でもお父さんやお母さんが行くところについていけない。 でもお父さんお母さんは「待っててね」「ちゃんと後で迎えに来るから」「迎えに戻ってきてくれてみんなと手をつないでさあ一緒に行こうね」そうしたらば安心してちゃんと一緒に行けるんですイエス様は私たちが安心してイエス様が行くところ神様の家 神様の国にちゃんと私たちと一緒についていってくださるように今は待っててねそうおっしゃって十字架についてくださいました今はイエス様は私たちのことをちゃんと迎えに来てくださってるんです御霊なる神様という形で迎えに来てくださって私たちと手をつなぐようにして私たちを引っ張っていってくださいました だから私たちは安心してイエス様と一緒にイエス様が備えてくださった道を通って神様が愛してくださるその愛の中に進んでいきたいついていきたいと思いますお祈りをします神様,神様がイエス様を私たちのところに送ってくださって 私たちが安心して神様のところに行ける道を開いてくださいました道を開き終わったイエス様が私たちのことを迎えに来てくださって私たちのことを連れて歩いていってくださいますこのイエス様と一緒に歩いていくことができますようにイエス様と一緒だと安心してうれしいなそのことをみんなで 感謝することができますようにこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン今日私どもはエスキリストが最後の晩餐の席でペトロがご自身を知らないと言うということを予告される。 その御言葉に耳を傾けます。弟子であるペトロは、主と共に歩んでまいりまして、一つの大事なことを知り、また信じていたのではないかと思います。それは何かというと、この主イエス・キリストという方こそ、私にとって、私たちにとって、真の羊飼い。 この方の後についていくということがとっても大事なことだそのことは知り信じることが与えられていたのだと思いますだからこれまでもシューエスキーソの後に従って旅を続けてきたところがそのシューエスキートがこの食事の席で どこかに行ってしまわれるそう言われるだからこそ今日読みました36節でペトロは主イエスキーソーに尋ねるんです「主よどこへ行かれるのですか?」これはもう自分にとっての命に関わる問いであったのです 私にとってあなたこそまことの羊飼いあなたについていくということが自分の命綱だと思って歩んできたのにあなたはどこへ行ってしまわれるというのですかそう問うのですシューエスキリストは私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが後でついてくることになる このの言葉がペトロにはよくわからないのですどうして今はついてくることはできないなどとおっしゃるのですかそんなことを言われたら困ってしまう私はどうにかしてあなたについていきたいんです そのような思いの中でペテロは37節で「主よなぜ今ついていけないのですかあなたのためなら命を捨てます」そういうのですあなたがこれから歩んでいく道が険しい道だというならばその険しい道を私はあなたの後からついていくその覚悟があります その道を歩んでいくときに命が脅かされるというのだったらばそれでも構いませんそのように言う覚悟さえ持ってますそうペトロは言うのですしかしそのペトロにシューエス・キリストが告げられるのです私のために命を捨てるというのかはっきり言っておく 鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。パウロはあ、ごめんなさい、ペトロは、自分はこの方が私の羊飼いだと信じている。だから、自分の足で、自分の力で、ちゃんとこの羊飼いであるシューイエス・キリストの後についていかなきゃいけない。 そしてついていく覚悟もついていく力も自分は持っているこの方がどのような道をたどっていっても私はその後についていくんだそういう思いでシューエスキーソに言い表すわけですけれどもシューエスキーソは知っておられるのですペトロが自分の力では この道をついてくることができないということをあるいはもっと言うならばこれからシューエスキーズが歩まれる道はすべての人の罪を担って神様から捨てられるものとして罪死に引き渡されるそして全てのものの罪の贖がないとなられるその道ですその道を歩めるのは ことの神でありことの人であるシューエスキース以外にはないその道には誰もついてくることができないのですそのことがペテロには今はわからないのですだから命を捨ててもあなたについていきますそういうのですしかし 私もは知りますここでシューイエス・キースが予告されたようにペトロは人々の前に立たされて「あなたもあのシューイエスという男と共にいたではないか仲間ではないか」と言われた時に今度は命がけで否定するんですね。知らないそんな人は知らないそう否定するんです そこには私は信じて告白してあなたについていきますというペテロの人としての信仰の告白がそれだけであればどれほど力弱いものなのかそのことが現れてしまっていると言えます私どもは このシューエスキーソが後からあなたはついてくることになるとおっしゃられたその約束の中に生きています十字架についてくださったシューエスキーソによって道が変わるんですね神様の愛の中に行く道が神様の子として神様に迎えられるための道が変わるんですね 絶壁をよじ登ってシューエス・キースト以外は通れないような道というのでは今はなくて全ての者のがその道を通って神様の愛の中に行く道が開かれたんですそしてその道を開き神様の御手の中に私たちの場所を作ってくださったシューエス・キーストが 見たなる神様の働きのうちに私たちのところに戻ってきてくださってさあ行こうさあ私と一緒に神様の国に向かって歩いていこう神様の愛の中を歩んでいこうそのように呼び出してシューエスキーストについていくものに今はしていてくださる。 そしてその時にも私たちは羊が羊界についていくその時に羊である自分の足が丈夫だからついていける羊である私の目がいいからイエス様のことを見失,いで見失わないで羊界のことをちゃんと見て歩いていける自分の力で自分の信仰でイエスキリストの後についていくんだ というふうに思い違いをし始めるとそれはここでのペトロさんと同じことになる。あなたは自分の力でちゃんとついてくるというのかでもその自分の力自分の力と言い続けることの中ではやがてあなたたちは私のことを知らない。 もう私の足は弱くなっちゃってもうついていけない本当の羊飼いだと思っていたのが間違いだったもういろんなことを言い始めてついてこれなくなるそうじゃないあなたが後でついてくることになるのは私が迎えに来るからだ迎えに来てまことの羊飼いとしてあなたの名を呼びあなたに呼びかけ続け そしてあなたの足が弱くなったらばそれを支えながら私が導いていくから私が支えていくからあなたたちはついてこれるんだ。主イエスキリストは今そのようにして御霊なる神様として礼拝でも私たちに呼びかけ私たちを招き導き支え続けて 御国へと導いていててくださるのです主が今も私たちを愛する私たちのまことの羊飼いとして私どもを守り導いてくださることを感謝しその主の御手の中に共に歩んでいきたいと願いますしその主の御手の中にみんなのことを呼び集めることができたらばと思います。 ここに誠の導いてくださる羊飼いがおられます皆さんもこの方の声に耳を傾けて一緒に歩んでいきましょうそのように招き続けることができるようにと願いますお祈りをいたします主なる神様 ペトロが勘違いをしたように私たちも勘違いをします信仰によって救われるというとあたかもその信仰が自分の力自分の知恵によって持ちうるもののように勘違いをしますそしてその勘違いをすると繰り返しつまずくのです恵みが見えなくなるのですしかし あなたについていくということも主についていくということもただ主が私たちのところに下ってきてくださりそばに近づいてきてくださり呼びかけ導いてくださるそして主に従おうとする信仰を私たちのうちに作りまた取り戻してくださる。 ただその恵みによってのことであることを信じますそのようにして私たちをあなたの民あなたの子あなたの家を必需としてくださったあなたの愛に心から感謝いたしますこの恵みを一人でも多くの人たちと分かち合うことができますようにこのお祈りを主イエスキートの皆によってお祈りいたしますあメン 賛美歌、四百六十三番を賛美しましょう。我が行く道。 いつかになるべきかはつゆ知らねど手話見心なしたままなえたも主の道 筋に我が心よ強くあれえとは変わり弱うつれど主は御心なした その 愛を降らせ手話見心なしたまま供えたも手の道を海てゆかん一筋 金を捧げましょう。 お祈りします御大天の父なる神様皆を賛美いたします今朝もこのようにあなた様の御前に敬愛する兄弟姉妹を集めていただきありがとうございます今朝はヨハネによる福音書から加藤聡先生よりあなた様の御言葉をの解き明かしをいただきましたあなた様の御子 我らの主イエス・キリスト・ペテロが三度知らないというそのお話からこの短い1週間であってもこの私たちがあなた様を試し、疑いそして忘れるというそういう罪を犯す存在であるということを思い起こしました。この罪深い 私たちををあ,あなた様が恵みを持ってて導いてくださっていることに感謝いたしますただぎました献金はそのあなた様の多くの恵みの中から私たちの献身の証としてほんの少しをお返しするものですどうか清めてあなた様のご用にお使いくださいこの感謝と願いを ここにあなた様の見舞いに集います兄弟姉妹の祈りと合わせまして我らの主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン,アーメン祝福、主があなた方を祝福しあなた方を守られるように主が御顔を向けてあなた方を照らしあなた方に恵みを与えられるように。 主が神神をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように主イエ周囲への恵み神の愛精霊の交わりがあなた方一同とともにあるように。アーメン。